皆さんこんにちは、始まりました、エレガンスマダムチ夏の部屋です。なんで最近こう小さい声で入ってるのかな、わかんないですけど、まあね、本当に自分の名前を覚えなさにね、今がっくりしながら、いやオープニングからそんな入りじゃダメだっていう話でございますけれどもね。皆さんお元気でしょうか。この番組はエレガンスマダム千夏のエレガンスマダム小林夏が縁の下の力持ちを存分に生かしたスペシャルなゲストをお招きして、あれやこれやと聞いていく番組、すいません流れがちょっと変わるともう頭の中全部飛びますみたいな感じでございますけどね。いやいやいいですね、ういういしいって。私も毎日ういういしい気持ちでいるんですけど、なんかもうほんとね、関西に超馴染んできてるみたいな感じでございます。というところで皆さんいきますよ、いきなり千夏の鹿児島弁講座拍手。よよよみたいな、ね、大きかったり小さかったりすいませんね、もう音量が大変だっていうところになりますけどね、まあ、懲りずにやってるよマー君ね、鹿児島弁講座やっていきますよ。意味ね、強い、ちょっと強そうじゃなかった今強いです、すいません気持ち強かった、強いね、これ鹿児島弁で申します。これよくわかると思います、強かね、これはね、これは、はい、もう本当にね、前の方がうなずいてくれるだけで心強いわ。次、意味ね、とてもすごく、あれこれなんか結構3回か4回登場してるかもしれない。意味はね、とてもすごく、これはね、はいえ、これ合ってる、その誰に確認してんのかなとてもすごい、あれこれ合ってる、あ、ちょっとごめん、次飛ばす、パスパスパス。次、意味ね、疲れた、疲れた、すいません、ちょっといろんなアプリが私の中で起きました、はい、すいません。意味はね、疲れちゃった、ね、疲れたね、これ鹿児島弁で申しますと言いますよ。てそか、ね、てそかっていう感じになります、はい。で、今日の最後ね、意味はね、隣ね、隣隣ね、こちら鹿児島弁で申します。これもよくわかると思います。都内、東京都内みたいな、それ違います、ひらがなで都内でございます。なんか今日行けてなかったマー君、もうどうしよう、もうね、誰かに振らないとやってられないで、最近小林さんの名前出てこないでしょ、いないのみたいなね感じで、まあ、人生いろいろあるっていうところでね、一人やめち、いや、やめて、一人こう最近なんか現場で会わないと寂しくなるんですよ、小林的には、あ、千夏的にはね。でもエレガンスですから取り乱さないで頑張っていこうと思います。今日のゲストさんも超エレガントなお客様です。もう間もなく始まります。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV だ。あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー、はい、皆さんお帰りなさい。それでは早速ゲスト様をお呼びしたいと思います。もうさ、カンペ目の前書くの忘れたから、もう紙読んじゃう、すいません。いきますね。カップルデータマッチングストーリアマッチメーカー、川宮里奈さんです。どうぞ。川宮里奈です、よろしくお願いします。すっごい素敵な名前ですよね。あの、自分で考えました、名字、ペンネームです。本出して、そう、あ、はい、そうなんですよ、はい、もう本当にお名前川宮さんだけってもうすごいインパクトあるんですけど、はい、そうですね、ありそうでない名字を考えて、ない、で里奈さん検索で上がってくるようにありそうでなくて、で爽やかな、でその自覚とかも調べる、自覚も調べて、あんまり良すぎるにも良くないらしいんですよ。あ、そうなんだ、うん、ちょっと真ん中ぐらい、そうそうそう、なんかね、名前負けするって聞いて、え、負けないでしょそう、もうこんな、ちょっと待って、目の大きさ大丈夫大丈夫、私だいぶ書いてきたけど、目大丈夫大丈夫大丈夫、なので、まあ、ほどほどの自覚で考えて、いやでも忘れない、そう、もう本当にお名前は結構、私本当にさっきも言ってたけど、もう何回目ですよって言われるぐらい人の名前結構覚えないんですけど、サミさんすぐ覚えました、ありがとうございます、すごいですね。だから本当にっていうところで、まあ、いろいろ今ね、肩書きいろいろ申し上げましたけど、もう一回言ってもらった方がいい、本人にお願いします。はい、はい、結婚相談所のマッチメーカーをしております、サミアリナです。いいな、なんかいい声、もうなんか全部欲しくなっちゃった。ダメです、もう小林夏の彼はこれなんでね、行こうと思いますけど、まあ
結婚相談所って皆さん固いイメージとかいろいろあると思うので、まずここでお話しする前に V 振りいきます。じゃあ先にね V を流して1本目ねいくよ。 VTR スタート。はい、それでは本日はストーリアのマッチメーカーリナさんに来ていただいております。それでは早速質問させていただきたいんですけれども。はい、よろしくお願いします。今どうしてあえて結婚を進めるのかについて教えていただきたいんですが。はい、今なんていうか風潮でみんな自分のためにっていうことが一番になっちゃってる部分があると思うんですけれども、人ってやっぱり誰かのために頑張るっていう時が一番力が出るんですね。で、世の中では最近そうですね、結婚した人が減ってきてるっていう話もありまして、例えばコスパが悪いですとか、自由がなくなるとか、はい、そういう話もよく聞くんですけれども、実際に一緒に住むことで家賃だったりいろんな光熱費もコストダウンになりますし、それからお料理なんかも一緒に作ることで半分になりますしね。で、一緒に協力することで時間も生まれるんです。で、家事なんかも協力し合ってやっていくということで、結婚するともう時間も生まれるしお金も生まれて、もう何でもよくね幸せ倍になって悲しみ半分って言いますけれども、そういう部分ももちろんありますし、実際にそういうコストですとか時間の面でもプラスになることが多いです。なるほど、はい。まあ、先ほどもちょっとお話でもありましたけれども、はい、まあ、誰かのために頑張るというのが一番強いと、まあ、おっしゃっておりましたけれども、そうですね、はい、それは結構難しいことなのかなっていうふうに、最初結婚するときというか結婚相手を探すときというのは、結構そのどちらかというと自分本位といいますか、はい、まあ自分が幸せになりたいがために、まあ、結婚相手を探すというような、そうですよね、私も最初は入り口はそれでいいと思うんですよ、はい、で自分のためにまずは幸せになろう、はい、で自分が幸せじゃないと人を幸せにするってできないことなんですね。なるほど、はい、だからまずは自分が幸せになる、で結婚してみると、ああ相手のためにこう頑張るとか人を幸せにするってこんなに幸せなんだっていうことに気づかれる方が多いです。なるほど、はい、そういう意味で今結婚を強くお勧めしているというような、そうですね、ことですね、はい、で結婚していくとやっぱ男性の方なんか特にそうなんですが、責任感も生まれますし、仕事も頑張れるようになる、で私のところで結婚された方皆さん幸せになってます。結構じゃあもう今なんかネガティブなイメージもね、たくさんありますけれども、ね、やっぱりSNS の影響もありまして、あ、ね、はい、例えばね幸せアピールとか、なんかあんまりねするの良くないっていう風潮ありますよ ね、なので実際本当は結婚しててすごく幸せでも、なかなか外に向かって言うことがなくて、で愚痴だったりとか良くない面だったり強調するっていう風潮は確かにあるんですね。でも実際結婚されてる方は本当に幸せを感じていますので、私はすごくおすすめします。なるほど、はい、ありがとうございます。はい、お帰りなさいというところで、なるほど、はい、こういう感じですっていうことで、そう、私も V の確認を何回かしてましたね。男性の方が見えないところにいるわけじゃないですか、声だけ登場してるの、はい、あれ何回か撮り直したんですか、そういう裏話じゃなくて、一回ですごい、この人に DJ やりたいらしいんですよ。あの人全部編集してるんですけど、なんかいい感じのお声の方ですよね、はい、なんかこう親しみ湧く感じの、はい、すいません、なんで男性の話になってるのか分からないですけど、いや、すごい謎だったの、しかもモデルなんですよ。その見えないってさ、声だけでこう、今聞いてる方はいるの、はい、でもすっごい素敵な笑顔で、ちょっと雰囲気違う時だっけ、あ、髪がすごい長かったので、そうなの、バッサリいっちゃったんですよね。だからその V 見て今見た方、えみたいな感じ、そう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 、でもだいぶ行きましたね、最初こんくらいで行って、なんかまだ物足りない物足りないってどんどん行っちゃって、でもなんかこう、良くない、一回切ってしまうと、そう、どうせ伸ばせるからって、そうですね、なんかね、もう行くなら行った方がいいって感じで、もうそのなんかこう、かっこいいね、もう半端じゃないよみたいな、もう行くときは行きますみたいな感じでございますけれども、そうそう、さやみやさんね、先ほどもおっしゃられました、まあ、結婚相談所、まあ、こういう形でね、もう V を見ていただいてお分かりのことかと思うんですけれども、そう、お話の中になんか、なんだっけ、そのいることで、まあ、いろんなパートナーを見つけることで、
楽しさも2倍になったり、ね、いろいろしていくよって、うん、今どうしてもさ一人でいるのが自由だっていうことを多分 V の中でお話しされてたと思うんですけれども、うん、そうだね、嬉しいことも2倍になるし、ねねね、分かち合える、ね、分かち合えるし悲しいことも半分になるし、うん、 そ, うあね、そうだよ、そう、ね、本当にそれはそうです ね,、うん、ね、でもなんかなかなかなんだろう、みんなのにその恋愛に臆病になってるんですかね。私なんか性格上相手がどう思うとも気持ちを伝えないとすっきりしないタイプだったんです。わかります。あのもう、ね、いいの、そのそこは求めないから、いやでちょっと求めるけどみたいな。でもなんか伝えないと自分がすっきりしないっていうのあったけど、はい、もうこれは時代の流れって言ってしまうのかしら。どうですか。やっぱり言えずに心に思ったまま平行線をたどる人もたくさんいますね。苦しい、うん、ね、あとはあの会社で例えば、うん、あの社内恋愛とかすると飛ばされたりうるさいとか。そうですやっぱりね、うん、あとジムで声かけたら出入り禁止になっちゃったとか。そんなこと、そんなこともあったりとか。じゃあそれを純粋なその恋として周りが見るんではなくて、はいはい、ちょっと違う怪しい人って見られる場合が多くなってきてる。なんか目的違うみたいみたいな変なこう噂されたりストーカーだとかそんなんなんです、ね、セクハラだとか、いろいろ言われちゃうとやっぱりなんか怖くて、ね、やっぱり婚活は婚活の場っていう風になっちゃいますね。そうかそうか、流れ的にそうなってきてる、うんうん、まあでもその中で、まあ、今会社立ち上げられてどれぐらいになられるんですか。会社自体はもう9年目になりまして。そうなんですね。最初あの IT で始めたんですけども、うんうんうん、やっぱり私あの人の恋愛の相談に乗ったりとか、うん、人の役に立てる仕事とか、うん、そういうのがやりたいなと思って、うん、一回大手に入り直しまして、はい、で大手 の, あの新宿の、チーフアドバイザーをしばらくさせて、合う合う合うとかいう問題じゃないけどイメージがつくよね、はい、うん、そして、はい、そこで、うん、まあ、2、3年勉強させていただいてもう一度独立し直しました。もう単純にもうとっと何を言いたいかやり手ですって言いたかったっけ、すいません、その前置きが浮かばなかった今、もうすごすぎて。あ、そうなんです。その、はい、入り直すって結構勇気いりませんでした、うん、あ、まあ、でも目的があったから、ね、目的があってもう独立するっていう前提だったので勉強させてもらおうと思ってたので、うん、かっこいい。そして、まあ、今のこの事業を展開されてきた、はい、ということになると思うんですけれども、はい、なんとねサミアさんご本も出されてる、はい、ということでちょっと表紙ね、この場持ってきてちょっといろいろあったんでここに出します。せーの、じゃん、かっこいいですね。これは昨年だったっけ、去年の12月2日、去年、オンエアは年が明けているので。あ、そうですね。え、そうだっけ、あ、違う違う違う、 ごめんなさい、今年です、ごめんなさい、すいません、そうです、昨年です、昨年で会ってます、はい、昨年で会っております、はい。まだでも全国のあちこちで平積みになったり、うん、平積みですよ、してまして、平積みすごいですよ、ぶり返して人気が、なんていうの、 Kindle も売れてるみたいです。すっごいね。まあでも全てにね、はい、対応する、でもさ本出される方ってさ、うん、まあ、そのインターネットももちろんですけどやっぱり書籍にしたい方が多いと思うんですけど、 そうですね、その中で書籍で皆が羨む平積み平積み、うん、これ分かる方に分かると思うんですけど、うん、平積みってなかなかねすごいんですよ、うん、あとあの商業出版するっていうのがまず夢だったので、うん、自費出版ではなくてすごい商業出版で、しかも大手の竹書房から出させていただいたっていうのが一番、うん、でも、うん、かっこいいなって今ちょっとねお話聞いてても目標を全て決めれる、はい、そこに向かっても逆算していってっていう形なんでしょうけれども、はいはい、全て夢を叶えてこられてる。そうですね、やっぱりこれって婚活も一緒で、うん、結婚される方も例えば1年後に結婚するぞって決めたら、まあ、何も彼氏もいないわけですよね、いない彼氏彼女がいない状態で、はい、その1年後から逆算して今何をしていくべきか、うん、3ヶ月後編は何をするか、次の3ヶ月何をするか、そこを決めていく、それによって目標に持っていくっていうのが私のお仕事なので、そこは明確にさせていただいて、いやーかっこいい。でもそれで皆さん、まあ、悩んで、まあ、ご相談に来られて、うん、いろんな手順を踏んでいかれて、はい、ゴールされる方も、はい、もちろんたくさん、はい、でもなんかご結婚とか決まめっちゃ嬉しいですよね。嬉しいですね、やっぱりそれまでの苦労とかをすごく考えると、ね、うんうんうん、うん、すごいですね。
っていうところでね、いろいろ皆さん それするのにもう結構手続きめんどくさいんじゃないのとかいろいろあると思うんですよ。すごい簡単というところで、うん、そちらをご紹介しております。声の素敵なモデルの男性がインタビュアーになっておりますね。 V 次 ございますので2本目 V 振りいきます。それではどうぞ。それでは第2話ということで、はい、本日はどういう流れで結婚するんですかについてちょっと質問させていただきたいんですが、はい、賃貸なんか借りられたことある方ちょっとイメージしてほしいんですけども、はい、不動産屋さんでいろんな不動産屋さんが自分のとこの物件をあちこち、はい、他の相談所の方あごめんなさい他の、不動産屋さんと共有して、はい、でお互いの情報を見れるようになってますよね。なってますね、はい、でそれと同じように結婚相談所も他の相談所の方の、お客さんのプロフィールもお互いに見れるように共有されてるんです、うん、なるほど、はい、で実際にちょっとこの画面を一緒に見ていきたいと思いますね、はい、じゃあ今日川島さん の理想のお相手をちょっと検索してみたいと思います、はい、わかりました、ありがとうございます、はい、でお相手は何歳から何歳ぐらいでお探しですか。そうですね、私は、まあ、年下は全然大丈夫なので、はい、例えば25歳から、はい、まあ、上も大丈夫、35歳ぐらいまでいかがでしょうか。はい、35歳ぐらい、いいですね、住所はそうすると兵庫大阪、そうですね、京都ぐらいですかね、はい、はい、学歴なんかはこだわりは、いや特にないです、はい、身長何センチかでも高いですもんね。そうなんですよ、身長ちょっと大きいので、まあ、はい、できれば、まあ、60以上ぐらいがあるんですよ、60以上ですね、はい、逆にね。で、血液型にこだわりはありますか。あ、そんなも選べるんですか。はい、血液型は、まあ、特にないです。相性のいいのを選んでおいた方がいいんでしょうか。もしこだわり、例えば何型がダメとかそういう場合は除くのもありますし、好きな血液型があればそれも可能です、ね、じゃあちょっとせっかくですので、はい、ちょっと私 B 型に苦手なんですけどそれはいけますかね。はい、じゃあこれ他のでいきましょう。はい、そうですね。で、初婚がいいですか。あ、それは気にしないですね、はい、はい、子供はいない方がいい。あ、それも大丈夫です。大丈夫ですか、はい。そうしましたら、タバコなんか、あ、すいません、私が吸わないので、はい、できれば吸わない方がありがたいです。吸わないで、はい、はい、じゃあこれで検索してみましょう。そうしますと、もう1000件以上ですね。1000件以上ですか。はい、もう出てます。実際綺麗な方が多いんですよ。こんな綺麗な方、そうなんです。で、これプライバシーの関係上、ちょっと中は見れないんですけれども、はい、実際モデルさんでちょっとなってますので。あ、なるほど、なるほど、はい、で、これはまず身長ですとか体重ですとか書いてありますね。年齢とか、はい、お仕事、はい、それから自己 PR、 そして相談所からの PR。 なるほど、はい、カウンセラーからの、あ、相談所が書いてくれてるんですね、はい、PR。 そうです、なるほど、ちょっとね、自分で言うと自慢になっちゃうようなことも、はい、カウンセラーの方から言うと自然な感じでアピールできますね。確かにそうですね、はい、で、お相手様へのご希望があればここに全部書いてあります。うーん、住んでるところ、はい、それから趣味、はい、で資格ですね、はい、で最後ですね、ご家族の兄弟とか両親とかの学歴だったりするんで、そこまで、はい、そこまで見れるんですか、はい、全部見れます。これ、ね、結構大事なんですよ、結婚となると。そうなんですか、はい、逆にその家族構成の部分ではどういうところを気にされるんでしょうか。そうですね、やっぱりね、お医者さんのお家で一族お医者さんとかいうところだと、ああります、ね、はい、で旦那さんがあんまりそういうの馴染みのない方とかだとちょっとなんか入っていきづらいな、なるほど、なるほど、あることはありますね。この時点でちょっとこう、はい、親御さんとの関係もなんかこう想像しながら、そう、どんなお家で育ってるのかなっていうのがすごくわかるようになってます。すごい、まあ、便利というかこう、そうなんですよ、ね、普段画期的、ね、私たちがこうなんていうんですか、時間をかけて聞いていかなければいけないところが最初の入り口でもわかるので、なるほど、それはもう結構相談所の一番合理的なところですね。なるほど、素晴らしいですね、はい、で、この見ていただいて、はい、気に入ったなと思ったらお見合い申し込みというところを押します、はい、そうすると今度この女性の方が川島さんのプロフィールをご覧になって、はい、あ、
会ってみたいなって思われましたらお見合い成立です。おお、なるほど。あのこちらから申請して、はい、相手が OK して初めてはお見合い OK というような形になるんですね、はい、これをご自宅のパソコンとかスマホで随時見ていただけますので、はい、あ、そうなんですか、はい、まあ、今のスマホで何でもという時代ですけれども、もう結婚相談所のことまで全部見ます。でお相手様からの申し込みもありますので、はい、あのお仕事なんかしたりね、あの寝てる間とかでも申し込みが来ますので、24時間婚活ができると、はい、そういうことです。素晴らしいですね。で実際のお見合いはあのホテルのラウンジのようなところで1時間ぐらいお茶をしていただきます、はい、でお互いにまた会いたいなとなった時に初めて連絡先交換となりますので、そこまでは私たちが間に入って、はい、であの場所の設定ですとか時間の設定をして、はい、お世話をしていくという流れになります。そこまでしていただけるんですね、はい、なるほどですね。ありがとうございました。 ありがとうございます。みたいなね、はい、ありがとうございます。もう綺麗だからやらなくて、私するから、私するから、もうね、関東の方で関西のノリになっちゃって、いや違う違う違いますね。皆さん今見ていただいて、とっても簡単。そうなんです。そして何がびっくりって、うん、身長、血液型、うん、いろんな、まあそこまでって思うんだけど、うん、でもそう言っていただくと、あ、ちょっと気にするかもな。そうなんですよ、ね、ご両親とかご兄弟の、そうなの、歴とかお仕事とか。でも逆にそういうこと、うん、まあ普通なら付き合っていていろいろ知っていくけれど、はい、まあ、初めにもお互いに情報がまあまあ解禁というか、なんかされる感じで、うん、はい、でもある程度絞ってもすごい数ヒットしますよね。そうなんですよ。もともとがもう5万8千人登録。何 ?5万8千人。そうなんです。データすごい。もう必ず自分の好みに合った人が見つかりますね。まあなんかそこだと、うん、まず一つの段階突破した状態で、はい、まあ、お会いするのもさ、はい、今まあもちろん V でも言ってましたけど、うん、いきなりアポ、私がじゃあ A さんと会いたいと思って、うん、A さんと直接アポを取るんじゃなくって、初めは挟んでのやり取りなので、はい、安心ですよね。そうですね。そこが一番不安じゃない。そうなんですよ。だから例えばパーティーに行くにしても、うん、どんな人来てるかどうか分かんない、分かる、ね、本当にその会員さんなのとか、はい、ちょっと下手したらね疑っちゃうよね、はい、はい。それがもう事前にプロフィール見て、こういう方が来るって分かってて、うん、でしかもちゃんとあの証明書、独身証明書とか収入証明書とか、あ、そうか、はい、そうか、そういう住民票とか全部もうチェックも済んでますので、安心だ。後からね、なんか発覚したら嫌ですけど、きちんと最初にもう、まあ、審査がある、ね、はい、審査があるので、すごく安心。それもお互い男女とも、男女ともなんですが、あの女性の方はあの収入証明書いらないので、男性の方はそう、ね、家事手伝いという方もいらっしゃるかもしれないしね、はい、あ、そうなんですね、はい、だからなんかもうなんかすごい自分がおばあちゃんだった気持ちだけど、すごいね世の中と思って、 そこまで細かく、うんうん、すごい。それでもやっぱりなんか、ね、そういうサイト立ち上げるときも皆さんでお話し合いされながらとか、はい、要望を聞きながら、はい、細かくなんか項目増えていったりとかするの、たまに。ですね、これはあのいろんな、うちだけじゃなくていろんな相談所の会員さんのデータが集まってて、あの不動産屋さんみたいな感じ。わかりやすいね。なので、説明もあったけどね、はい、1ヶ月に1遍ぐらい、うん、その都内と、はい、あと関西と、はい、名古屋とこう集まるんですね、うんうん、でそこで、うん、あのここをこう改善した方がいいんじゃないかとか、おうおう、この項目を増やした方がいいんじゃないかとか。そうか、逆にいらないものもあるもんね。そうですね、うんうん、ブラッシュアップしていってます。さあか、でもそれがないとな、マネルするしね、やっぱり時は、うん、あの動いてますよね。ということで、ちょっとマイク動かしていい？すいません、さっきバシッと当たったなと思ってね。もういいんです、いいんです。私ね、あのどこにマイク向いても声入るんですけど、サミさんね、素敵なお声なのでね、まあ、張ったらダメ何の話かわからない。いやでも本当に画期的だなって。もう本当にこれね、今週ね、新しい放送の場合は2時半と14時30分と23時からのオンエアですが、また詳しく見たいという場合は来週からはシャナナ TV のホームページアーカイブに上がりますので、そこをチェックしていただいても構いません。本当はあの YouTube の方に行きますといっぱい上がってた。うん、1から何話ぐらいまでありましたっけ？あ、
うちのですか、うん、さっきの V の、あ、ね、あれは10話まで今日はね1番と2番ね、はい、ナンバー2までご案内でしたけど、はい、またいろいろより深く細かいことをね、はい、素敵な男性のお声で、はい、聞いてると思いますので10話まであります、ね、うん、なのでね、検索は何でかけたらヒットしますか、結婚相談所ストーリアでヒットします。はい、じゃあここでお願いいたします、はい、結婚相談所ストーリアです。あのアルファベットで言った方がヒットする、カタカナの方がいいとか、こちらでもいきますね。いきます、はい、よかったです。大体ね、まあ、カタカナでバーッとね入れた方が早かったりする場合が、すいません細かいことですけど、はい、ね、一応聞いとこうと思いまして、というところで、まあ結婚相談所も変わってきたよと。でもやっぱりあのね、今はさ一人自由がいいっていう方も多いですけれども、今元気だからだよ。そうなんですよって思うの、本当に本当にそうです ね、まあお金も自由になるしね、はい、1月にすごい大きい病気して、あ、うん、おっしゃってましたね。そうなんですよ、あの腎臓がんって言われて、ね、本当ちょっとびっくりしますよね、うん、それびっくりするよ ね、それびっくりする、びっくりしないわけない、はい、それで入院、まあ、母が仙台にいるもんですから、うんうんうん、であと親族誰もいないんですね、こっちに。あ、わかります、私もそうでございますので、うん、あ、そうでないか、わかんない、はい、それ、うん、そうするとあの入院の時のサインにしろ、手術のサインにしろ、うんうん、全部親族じゃなきゃダメだって言われて、そうなんだ、それ知らなかった、うん、そうなんです、そうなんですよ。なんかそういうことを考えるとなおさら、うん、ね、また身近に ね、あの遠く離れててもすぐ来れる方とかさ、まあ、いろいろな今夫婦の形あるじゃないですか、うん、一緒に住めるのことはもちろんそうですけど、やっぱお仕事の都合で離れてる方とかいろいろあると思うんですけど、はい、ぜひパートナー見つけていただきたい。そうですね、本当にもうまずはあの登録してあの登録するの簡単ですもんね。簡単です。あれね、あのさっき見たでしょ、はい、あれやっていた、ちょっと私がしたらちょっと二重になるからな、はい、そうできすいません気持ちね、気持ちやってみたいなと思うけど、それダメダメね、それはね局長から今罰がありましたね、それやったらちょっと多分もうここでエレガンスマダムって言ってないと思いますので、よろしくお願いします。そして、まあ、サーミヤさんにお問い合わせしたい場合はここ、お問い合わせはこちらになっております。結婚相談所サーミヤリナさんで、もう大きく出しておいてくださいよ。でも顔は見える感じでね。でも多分もうすぐねお分かりいただけると思います。こんだけお美しいのでね、すぐ分かる。あのお洋服はちょっと違うかもしれないこのお洋服で言いませんのでね、お洋服は違うかもしれませんけど、ちょっとショートカットのね、はい、さあ皆さんにぜひまずあのご相談にね、はい、行っていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。本日はマッチメーカーさんやりなさんにゲストにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。